どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回はみなみさんの授業の続編なんですけども、働くってお金と密接な関係があると思うんですけども、就職先を選ぶ、転職先を選ぶ、業選びって大事だと思うんですよね。みなみさんがですね、人生の恩人となる本があるらしいので、それについて今回は授業していただこうと思います。ということで皆さん、おはようございます。おはようございます。皆さん、動画ご視聴いただきありがとうございます。みなみです。テーマは、いい企業の見分け方でございます。イエーイ。実際の就活生の方にも来ていただいたので、気になったことをどんどん質問していただけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。就活生お二人に早速聞きたいんですけど、いい企業見つけられてますか？自信はないです。見つけられてると思っていた。日本ってめちゃくちゃ広いんです。とんでもない数の会社があります。クイズなんですけど、日本に会社は何社あるでしょうか？180万社。惜しい。いろんな携帯の会社があるんですけど、全部合わせると420万社っていうふうに言われてます。全社を見るなんて無理なんですよ、うん、だからこそ何かこう基準を持って、いい企業、ダメな企業っていうのを見分けることをして、人生の無駄を省いてほしいなと。いい会社に入って自分自身も幸福になりながら、いい給料を得て幸せな人生を歩いてほしいなっていうふうに思いで発信しております。いいおじさんですね。僕は世界最速で日経新聞が出する男という名前で SNS 等で発信してるんですけど、要するに結論から言うと株オタクなんですね。生まれが別に裕福な家庭じゃなかったので、とにかくお金を増やしたいっていう思いが誰よりも強くて、でお金を増やすためにどうしたらいいかって考え続けた結果、株に至ったんですよ。サラリーマンを辞めて自由な生活ができると思って株の勉強を始めましたと。株の勉強する上でいろんな本を読んで、その本を読んだ中でいろんな経験をしたんですけど、僕の中でこれは財産になったなって思う本を紹介します。こちらの冊子です。どちらも藤野秀人さんというファンドマネージャーの方が書いている本でございます。投資家がお金よりも大切にしていることという本で、投資家みたいに生きろという本でございます。この2冊とも絶対に読んで損しないので必ず読んでください。概要欄に URL 貼ってあります。読んだことありますか？ないです。ないです。藤野秀人さんは知ってますか？なるほど。ファンドマネージャー何してるかっていうと、要はいろんな人からお金を集めて、まあ、株式とかいろんなものに投資をしてお金を増やして、で全員でハッピーになっていこうぜっていうのがファンドマネージャーの仕事でございます。数千億円の規模で趣味投資というものが運用されておりまして、もう日本でもトップクラスの評価もされているし、規模もトップクラスっていうファンドでございます。そのファンドマネージャーの方って社長でもあるし、そのファンド全体をマネジメントしている人っていうことですね。ファンドマネージャーってことは株式会社に投資をするわけですね。株式会社に投資するってことは、いい会社を見つけることに努力をし続けるという仕事をしてます。本の内容をちょっと紹介したいんですけど、まずこちらの投資家みたいに生きろから話します。伝えたいことが2つあります。1つ目は見えない資産。2つ目は給料は我慢料であるという思い込み。この2つを話します。まず一つ目、見えない資産に関して言うと、あなたは資産を持っていますか？預金として。預金を持ってますと。あやさん、資産を持っていますか？見えないっていう意味で言ったら、人脈とか、今までの時間とか。正解まさにこの本にはそれが書いてあって、時間とか、スキルとか、人間関係とかって見えない資産だよねっていうふうなことが書いてあります。僕もね、大学時代にあったんですよ。今僕が31歳になって、10年前の僕って本当金もないし資産もないし人間関係も全然ないし、俺って本当に貧乏人だなって思ってたんですけど、今振り返ってみると、当時の俺は時間という資産を持ってたんだっていうふうに今になって気づいたんですよ。確かに大学生時間はありますもんね。時間は資産なんだけど、それは多分30代にならないと気づかないんですよ。僕のね、尊敬する経営者の方々がいっぱいいて、数億円、数十億円、数百億円持ってる方もいるんですね。その人たちが言うのは、やっぱり時間っていうのはもうお金で買えないから、もしお金で買えるとしたらもう1年1億円でも買うわっていう人がいるんですね。ってことはですよ、僕が今31歳ですけど、君たちは21歳ぐらいですよね。10億円分ぐらいもうすでに持ってると思って生きた方がいい。だからその10億円っていうものすごい膨大な資産をどこにどう当てるかっていう投資家なんだってことが考えてほしいことですね。だから投資家みたいに生きろっていうのは、お金だけじゃなくて時間という資産もあるし、日々の習慣が全て変わってくるので、習慣も大切にしていこうねっていう話でございます。なるほど。現預金があるとかないとかではない視点で資産を投資するっていう視点を持つっていう。そうです。自分たちは投資家としていい企業を選ぶんだっていうことを自覚すると、無駄な時間とか無駄な行動とかがなくなってくるんじゃないかなっていうふうに思います。2つ目は給料は我慢料であるという思い込み。
アルバイトしてますか？時給がさ、1000円ぐらいでしょ。一方で、同じ大学3年生が1時間10万円で稼いでるって聞いたらどう思いますか？100時間働いてやっとこの人の1時間でやるっていうふうに思うと結構絶望しませんか？でもこれね、現実なんですよ。だから目の前の時給1000円が楽でコスパがいいと思ってたけれども、実はコスパが全然良くないっていうふうに気づくこと、これこそが大事な視点なんですけど、さらに言うと、電車パンパンでみんな嫌そうな顔して出勤するみたいな、仕事とは我慢することであるっていうふうに考えている人がほとんどなんですね。その考えってか間違ってるよねっていうのが吉野さんがよく話すことなんですね。給料は我慢料であるという思い込み、我慢したら我慢した分だけ給料がたくさん引き込まれるっていう考え方だと、それだと人生が不幸になっちゃうよと。せっかく時間と資産を持っているのに、その資産が無駄に使われてしまう。そもそもお金と人を幸せにした時に、幸せにした人がありがとうの気持ちで払うものっていうのを理解すると、そもそもお金とは何か、給料とは何かっていう根本的な概念を学べるのが藤野さんの本でございます。だから就職活動生だろうと、若手社会人だろうと、僕みたいな30代のおっさんだろうと、絶対に2冊とも藤野さんの本は読んだ方がいいです。時間の投資先はめちゃくちゃ大事だなってことが今の話で思ったんですけど、はい、投資先の選び方って、はい、資産が貯まるっていうところの視点の他にあったりしますか？自分が労働者として時間を投資する先を選ぶっていうところと、自分がお金の投資家として株式を買って投資をするっていうのがかなり似てるんですね。皆さん部活とかやってました？僕バスケ部でした。野球とラクロス。バスケを一応やってました。はい、いい指導者と悪い指導者が当たったことってありますか？いい指導者の方は、はい、これをやれというよりかは考えさせようとして指導してくれています。逆に悪い方は中途半端になってるなっていうのがあって、礼儀をめちゃくちゃ教える系の監督でもなく、勉強をしっかりやれっていう監督でもなく、どっちも取ろうとして結局何にもできてないのかなっていう感じです。ありがとうございます。その答えをまとめました。それって会社の経営者も全く同じで、起業家として会社を創業していろんな人を巻き込んで、いろんな社員がいて、いろんな取引先がいて、いろんな株主がいてっていう、あらゆる人を巻き込んでやるんですけれども、その人たちが不安に陥るようなことをしてはダメじゃないですか。のすけくんの話で言うと、いい指導者っていうのはちゃんと相手のことを理解しようとする姿勢がある。相手っていうのは自社の社員であったりとか、商品サービスを使ってくれるお客様であったりとかっていう人を理解しようとする聞く力がある。要は人の信頼を勝ち得る人間性がある。これが超大事です。人から理解されないようなものを作って、俺がいいと思ったらこれ買えよって言って商品サービス出したものが売れるわけがないし、ちゃんと世の中のニーズを知った上でそういう商品サービスを作るっていう姿勢があるかどうかっていうのはすごい大事で、逆に言うと悪い指導者の話で言うと、ビジョンがない、どこに目指して進んでいるのかがわからない。時間っていうものは有限だから、何を捨てて何を大事にするかっていうのがはっきりしていないから、社員も不安になるし、ユーザーも不安になるし、株主も不安になるし、全員が不安になっちゃうね。だから何かをこう金繰り捨てて、もうこの一本道で行くんだっていう芯があるかどうかっていうのはすごい大事っていうのが、就職先を選ぶ上でも代表者の人間性を見て、ここに就職するべきかするべきじゃないかっていう部分と、この会社に株式を投資するべきか しないべきかっていうのを判断する、軸に使えるっていう話です。小さい会社だと社長に会ったりとか、はい、メディアに出てる会社とかは知る手段があると思うんですけど、意外と大きすぎる会社とかビジョンとかももちろんあると思うんですけど、あんま分かんないっていう場合も結構あると思うんです。そうです、そうです。そういう時ってどうすればいい？その時は大きいビジョンを掲げてる人っていうじゃないですか。そのビジョンっていうのが30代ぐらいの人たちにちゃんと浸透してるかどうか、30代ぐらいの人たちに浸透した上でさらに20代の若手にも浸透してるかどうかっていうところを社員フォームなどを通じて見るといいかなっていうふうに思います。逆にこれがこのビジョンって社長が会議室で考えただけだよね、ブルブルみたいなバカにするような規制の社員が多いと、それはもう組織として崩壊している会社なので就職するべきではないし、逆にみんながそのビジョンに向かって幸せそうに自分がやっている仕事の内容とか取り組んでいることとかを喋っている様子とかを見ると、この会社は将来伸びそうだなって思うから自分という資産を投資するっていう感じです。なるほど。あやちゃんどうですか？会社があって成り立ってるからには経営者は基本的にそういうものがあるものだと思っちゃうんですけど、そうでもないんです。そうではないです。世の中の全てが2対8の法則で、2割の素晴らしいものと8割の、まあ、普通かそれ以下かっていう、僕も体感として株式市場を見て上場企業を見てる上でもやっぱり2対8だなっていうふうにすごい思います。皆さんがこの2の方に当たるように頑張ってほしいなっていうのを、何も考えず就職してると多分8の方に行っちゃうケースもすごく多くて、5年ぐらいやると大体全部見えてきて、
あれこれでいいんだっけ、これのままじゃやばくねっていうふうに気づくんですけど、それって5年間無駄にしちゃってるんで、無駄にせずに大切な5年間をいい環境でいい時間の使い方をしてほしいなっていうふうに思ってます。私はお金が大好きです。うわ俺も好きだ。お金っていうのは数値化したものじゃないと、結局人を幸せにする人こそが大金を得る。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。